はい、こんにちは。今回はこちらのスクーターなんですけど、レッツ4です。レッツ4の、タイヤ交換、するんですけど、タイヤ交換する際にちょっと気がついた点があったので、そちらも合わせて整備したいなと思いまして、で今回作業を進めていきたいと思います。いつもね、たくさんの方にご視聴いただきまして本当にありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価の方もいただけますと大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今回の作業は進めていきたいと思います。今回はですね、こちらのタイヤ交換のついでに、このね、中にホイールベアリングが入ってるんですが、このホイールベアリングからね、どうもなんか異音が出ているようだったので、少し気になりました。普通のね、乗用車でしたら車検とかありますよね。車検のタイミングでこの車輪の動きとかね、こうガタとかチェックするんですけども、原付っていうのはなかなかね、そういうことを点検する、車検がないのでね、点検する機会が基本的にないんですよね。だからタイヤ交換とかこういうタイミングでぜひね、点検しないといけないんですが、なかなかね、やる人も少ないので、こういうふうにね、ちょっと問題が出るパターンが結構多いです。で今回はこのホイールベアリングの異音について、不具合を感じたので、ちょっと確認していきたいと思います。ではですね、異音なんですが、なかなかね、音が小さいのでマイクで撮れるかちょっと不安なんですが、一応車輪をね、ちょっと回してみたいと思います。カメラを近づけて車輪を回しております。じゃあ回してみますね。聞こえたと思います。こういう感じでね、ゴロ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 っていうね、音が出ちゃってますね。で、ベアリングで問題があるのは確実なんですけども、よく見るとですね、こちらここにですね、オイルシールが入ってるんですが、オイルシールのもうリップの部分が完全にね、破けちゃって、もう中にね、水がじゃんじゃか入り放題な状態になってました。基本的にはホイールベアリング変える際って、このオイルシールも交換するんで、こうオイルシールもね、部品は取るんですけど、こういうところが傷んでくるとベアリングも傷むという感じになりますので、点検をね、ぜひしていただいて、こういうゴロゴロ音がしてないかとか、こういうベアリング、オイルシールですかね、オイルシールのリップ部が破損、破けたりしていないか、こういったことを、日常点検の範囲でって結構だと思うんですけども、確認していただいた方がいいのかなと思います。じゃあ今回はね、このオイルシールと、それからこの中に入っているベアリング、この2つを交換していきます。さて、これね、ホイールベアリングを変えるのに部品を用意しました。ホイールのベアリングがね、2つですね。ベアリング2つと、それからオイルシール。オイルシールはね、反対側ですね。こちら側。よいしょ。これですね、このオイルシールね。でね、今回取った部品なんですけど、純正品じゃなくて、いわゆる汎用品というか、ベアリングとかね、オイルシールなんてね、みんなね、実で決まってるんでね、規格がね、大体出ますよね、そういう部品屋さんからでも。特殊なね、エンジンの中とか、ちょっと特殊なベアリングがあったりするんで、そういうのはさすがにね、出ませんけどね、ホイールベアリングぐらいだったらね、出ますんでね、普通の、ベアリング屋さんとかで買えますんで。で、今回は、ちょっとね、用意できなかったのが、本来はね、これ開放型のベアリングなんですよ。何もついてないですよね。もういきなりインナーレース、アウターレース、で、ボールが入ってるっていうね、ものなんですけども、今回はね、シール付きしかちょっと用意できなかったんで、シール付きをつけることにします。シール性があるということには、密閉性があるので、耐久性というかね、防塵性、それから防水性というのは、開放型よりは、いいんですけどね。ただね、お値段もね、倍は違わないかな。1.5 倍ぐらい高いんですよ。なんで、本当はね、これで良かったんですけど、ちょっとね、用意できなかったんで、今回はこれにしました。普段、うちで在庫で持ってるのは、こういう開放タイプのベアリングを用意してます。じゃあね、早速、交換作業していきます。
ではね、交換作業にはこういったベアリングプーラーを使います。内掛け式のね、ベアリングプーラーですね。こういう感じ、こう先っちょが割れてて、このね突起の部分、こういうふうに広がってるんですけど、この広がってる部分にベアリングの内側をね引っ掛けて、でスライドハンマー、これですね、スライダーでこうガーンと引き抜くというね感じですね。でさすがにね、これはね、あの純正というか専用工具じゃないとちょっと外せないと思います。なんか代用品とか、これをうまく使えば取れますよみたいなのはね、多分ないんじゃないかな。あったとしても、あのすごく手間がかかるし、あとね、部品、他の部品を、まあ、壊してしまう可能性も十分にありますので、まあ、リスク高すぎますよね。なのでもう純正じゃねえや、もうこういう専用工具をね買ってしまった方がいいと思います。まあセットだから、まあそんなに高くないと思うんですよね。あの気になる方はね、あのベアリングプーラーで、あの普通に Amazon で検索すればいろんなものが出てくるはずなんで、最近ね Amazon とかで安く買えますからね、工具ね。それで買ってしまっていいんじゃないかなと思います。さ、じゃあね、実際にちょっと外してみます。そしたらね、これを、これ合ってるかな、サイズ多分これでいけると思うんだけど、これをはいとガチッと入れて、でこれですね、これでギュ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 ッと回して先端をね広げます。そしたら下を固定して、上をこうね回して、こうね広げてと、はい、そしたらスライドハンマーを、あ、これ入んねんな、どれだっけ、これか、こっちか、間違えた、これはね、別のホルダーに使うやつでしたね。これじゃなかった、こっちでした。これね、ここネジ穴のね径が違うんですよね。これがね大きくないと、さっきのスライドハンマーが、わ、しかもこれ19じゃん、19もっとでかくない、19? あ、19だ。これでね、ぐるぐるぐるっとなのかな。そしたらこれを入れて、これね、はい、できました。じゃあ、あとはね、これをこういうふうにね、こうガンガンと引っ張るんですが、まあ一発で決まんないんで、勢いよくいきますよ。せーの、おい、こっちかな、はい、来た、はい、取れた、これね、取れました。こういう感じですね。はい、こっち側のベアリングはね、そんなに音がしてない感じがしますね。まあまあまあ、してないことはないか、してるけど、あんまり気にならないぐらいではありますね。まあ、ただベアリングなんてね、左右ついてたらね、普通左右いっぺんに変えるもんなんでね、変えなくていいっしょっていうのはあんまないっす。そのまま変えちゃいますね。中にカラーが1個入ってましたね。このカラーも、取り付け時は忘れないようにしないといけません。じゃあ、お次はこのねシールを外すんですけど、このシールプーラーっていうのがあります。これね、こっちとこっちで角度が若干違ってるんですけども、これもストレートかな、もうね薄くなっちゃいましたけどね、ストレートの、何だろう、オイルシール外し
プーラーとか言うんですかね、これでね外します。まあ別にマイナスドライバーでもいいんですけど、これねめちゃくちゃ取るの楽なんですよ。簡単にね軽い力で取れるんで非常に重宝してます。これね取れました。でこっちのベアリング、やっぱね音がうるさいのはこっちかもしれませんね。見るとねもうサビがすごいね。なんか謎のなんか物体もいっぱい堆積してて、まあこれじゃあね音出ますよねやっぱりね。まあこれはちょっと抜きましょう。でこの場合はねもうね反対側が抜けてるんで、こういう風にね反対側が抜けてるんで、さっきみたいにプーラーで引っ張って取る必要は全然なくて、もうこのまんまなんか入れてバーンってぶん殴ればね取れますんでね、こっち側は簡単に取りたいと思います。まあ要はねこういうソケットでいいんですよね別にね。これでバンと外せば外れますんでね、これだかな、もうちょいだな。これどこまで出るんだろう、いっぱい出るのかな。間開けるか、このぐらいにして、これ抜けたな、はい、抜けました、よいしょ、はい OK。 これねベアリング、もうねベアリングがベアリングとしてのもう手を成してないですね。こういう風になります。で冒頭でも言いましたけど、普通の車だったら車検がありますしね、定期点検ありますんで、こういったベアリングとかの不具合っていうのを見つける機会があるんですけど、原付はねこれがないんですよね。本当これタイヤ交換とか何かのタイミングで、まあ、入庫した時に、まあ、発見できるというのが、まあ、一番の、まあ、チャンスというかねなんですけど、なかなかやっぱね原付でねここまでこう点検するっていう感覚を持ってるユーザーさん自体が基本少ないので、なかなかねこういうの発見しづらいんですよ。だからタイヤ交換頼む際はこういうね足回りの点検も一緒にやってもらえるような、そんな整備屋さん、整備工場とかね、オートバイ屋さんにお願いした方がいいんじゃないかなと思います。タイヤ交換はご自身でもお一人でもできる場合もありますけど、こういうベアリング交換なんかはさすがにやっぱりさっき言ったようなね、こういうプーラーがないとね交換できない場合がほとんどなので、ご自身でやるのももちろん問題ないんですが、こういったね専用工具が必要になってくるような作業がありますんで、ぜひねオートバイ屋さんとか整備工場にこういった作業を依頼してください。じゃあ新品のねさっきのベアリング、これですね、こういったベアリングを付け替えして、そしてこのオイルシールも新品を入れていきます。じゃあね、こちら側は無事に入りました。お次は反対側という感じなんですが、反対側ね、さっき忘れないように言っていてたカラーですね、このカラーを忘れずにまず入れます。はい、でベアリングをね入れるんですが、これねベアリングのまあドン付きまで入れちゃって大丈夫なんですね。まあつば部分があるのでどこまでもね入っていっちゃうってことはないんですけども、これね、じゃあつば部までは入るようになります。で入れる際は、まあ、初めねちょっと軽くきっかけをこう作ってあげてね、ここまではもう手で入りますんで、ここにね切りかけが左右にあるんで、スピードメーターのねケーブルじゃなくてギアが噛むための切りかけがあるんですけど、その分ね多少ね入りやすくなってます。でここのまあ叩き込みなんですけど、本当はねベアリングインストーラーとかね専用の工具があればいいんですけども、うちでもそういうのはなくて、まあ、正直ね代用できちゃうんでね、この使ってないソケットレンチとかがあってもうサビサビですけど、なかなかねこのサイズうち使わないんですよ、21なんですけどね、使わないサイズのこういったねソケットレンチを使ってで叩いて入れていきます。その際ね外のこのねアウターレースの方に
当たるようにこうね中心に入れてあげて、で叩くという感じですかね。一回一回確認した方がいいですね。ちゃんとアウターレースにしっかりね当たってるかどうか。これねバコ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 ねぶん殴っちゃうと、アウターレースにかかってないのにね、この内側のねこういうところにか内側にかかっちゃってるのにぶん殴っちゃうと、さすがにね壊れちゃうんでね、間違いないようにねこう中心に来るようにして入れていきます。ちょっとずつね入れていきましょうね。はい。で中にさっきカラーがね入ってるって言いましたけど、カラーがねちゃんとインナーレースのこっち側とね、こっち側と向こう側のベアリングの、まあ、丸の中に中心に来るようにしないといけないんですね。でこれバンバンぶん殴っちゃうと、中のねカラーがずれた状態のまんま圧入しちゃって、でインナーレースがねなんか地味に曲がってこうね穴の芯がねずれちゃうことがあるんですよ。でそうならないようにあらかじめね真ん中にこれですね、シャフトをね入れておくっていう手もあります。こうやって入れた状態で、でね多少これちょっとかさ上げした方がいいんですけど、こうねちょっとこういうふうにちょっと上に持ち上げた状態でこうやって入れてあげると、こうねカラーとベアリングのインナーレースの中心が正確に位置が合いますので、ずれちゃうことはないと思います。まあただねまあそこまで別に厳密にやらなくても、まあバカバカ入れて、でこのシャフトがねまあ入れば別にいいので、そこまで厳密になる必要はないと思いますけども、まあ、中心はね出しましょうねっていう話です。じゃあねカラーも入ったしベアリングも左右入ったんで、今度はねオイルシール取り付けていきます。オイルシールが反対側ですね、こっち側、こっち側ですね。ここにじゃあオイルシールつけていきます。はい、ではオイルシール持ってきました。これね、まあ、初期潤滑じゃないんですけど、入れやすいようにねちょっと軽くシリコンを塗ってあげると入りやすいですね。で、まあ、指でね全然入るので、初期段階は入れてあげて平行にねやってあげましょうね。そしたらね、もう半分以上もっと入ってるか、8割方入ってるんで、もうこの段階からまあ叩いてね入れていいんじゃないかと思います。そしたらここはね比較的こういうふうにハンマーでいっちゃっていいんですけど、ちょっと自分ねあんまゴミが入るのが嫌なんで、初めこうね軽く、これだから見えないんで気をつけましょうね。つら1になってるかな、指でいけるか、もうちょいだな。こうねちょっとずつね確認しながら叩いてあげると面がねしっかり出てくれるんで、あいい感じですね。これでうん、はい、面出ましたね。これでベアリングとオイルシール、そしてカラーね、交換作業は終わりになります。じゃあね、お次はこちらの、よいし、これだな、アクセルシャフトなんですけど、サビがすごいんですよ。これサビすごくて、なんかね中の、そのさっきのカラーとかベアリングのはめ合いが若干硬くなってて、多分ねこういう風にサビでおそらくちょっと太ってるんじゃないかなと思います。なんでね、こういったサビなんかについてはサンドペーパーで綺麗に仕上げてあげるといいですね。まあそんなに超綺麗にする必要はなくて、表面のサビ若干ね素材が太ってる状態を、まあ、解決してさえあげればいいので、あまりシビアにならなくてもいいんじゃないかな。ただね均等に擦ることは重要ですね。綺麗に仕上げるというよりかは均等にサビを取るということの方が重要だと思います。今使ってるのはただのサンドペーパーなんですけど、まあ、一般的にはね耐水ペーパー使うことが多いと思います。たまたまね今耐水ペーパー切らしててちょうどいいのが、
耐水じゃない普通のサンドペーパーを使ってますが、耐水ペーパーの方が丈夫なんでね、扱いやすいんじゃないかと思います。はい、磨きました。どうでしょう、結構あんまり見た目は変わんないかな、見た目は変わんないかもしれないけど、触ってみるとね、非常に滑らかな表面になっていて、これであればシャフトがスッと入ってくれるんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、組み付けやっていきましょうかね。じゃあ取り付けはですね、こちらのホイールを持ってきまして、まずね、このブレーキのドラムがありますね。ブレーキドラムね、これをここの内側の溝に合わせて一旦ね、こうやってつけます。で、反対側なんですけど、反対側はカラーがねありますから、カラーをこちらね、汚れてるんでね、カラーはきれいに掃除します。余分なね、古いグリースとかをね、きれいに除去しておきましょうね。はい、きれいになりました。じゃあここにグリースを塗ります。まあね、グリースはね、手軽なこのスプレー式のグリースがありますんで、こういったものをこうね、塗ってあげるといいのかなという感じですかね。スプレー式はね、無駄がなくて綺麗についてくれるんで、非常に重宝しています。それとさっきね、磨いたこのシャフト、ここにもですね、こうやって塗ります。この内側もね、しっかりと塗ってあげて、でネジ部にはね、つかないようにしないといけませんね。じゃあこれで本体をね、ブスッと刺していきます。つきました、ね、この辺のなんかラバーが取れちゃってるね。これちょっと後で元にね、ギュッと戻しておきますけど、じゃあこれでね、ベアリングが問題なく、ね、なったかどうか確認してみましょうかね。今一旦これ仮止めですけど、この状態でも確認できますんで、ちょっとね、音を聞いてみたいと思います。今ね、カメラをちょっと近づけてるんで、だいぶ画面が近いですけども、マイクのね、位置の関係で本体に近づけてます。じゃあね、ホイール回してみますよ。いいですね。こういう風にね、まあ、ほぼ無音じゃないと、ホイールってのはね、ベアリングが傷んじゃってると、前ね、聞いたかのゴロゴロゴロって音と比べると全然違いますよね。という感じでホイールのベアリング交換しました。まあ、実際はね、ちょっとこうタイヤも交換したいんで、今ね、回転のチェックだけしましたけど、もう一回外してタイヤは新品に交換したいと思います。タイヤはね、もう用意してあるんで、この後やろうかなというふうに考えてます。じゃあですね、今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。